こんにちは、父さんの子育てチャンネルです。このチャンネルは3人の子育てに奮闘中の父さんが子育てをしながら感じたことや考えたことをつらつらと語っていこうというチャンネルです。まずは自己紹介します。3人の子供がいます。男の子、女の子、5歳、3歳、0歳の3人の子育てをしています。ごくごく普通のサラリーマンです。アラフォー世代でいい感じのナイスミドルを目指しています。よろしくお願いします。前回うまくいかない経験をすることはとても大切だし、そしてそれと同時にもっとたくさんのうまくいく経験をすることが大切だと思うということについてお話をさせていただきました。で、今回はそれにこう続く形で、そのうまくいく経験ということについて、私がその日頃子どもたちと接する上で気をつけていることについてお話しさせていただこうと思います。そのうまくいく経験についてというか、その自己肯定感を育めるようなっていうんですかね、そういった経験と自己肯定感っていうのはかなりこう密接に結びついていると思ってるので、そのうまくいくという経験を通じて、その自己肯定感がその高まるようなというか育まれるような接し方っていうんですかね、そういったものについてお話しさせていただこうと思います。私はこうできる限り子どもたちに自己肯定感をこう高く持っていてほしいなと思ってます。その、多分その方が人生を生きるにあたってこう自分を好きでいられるというか、その自分にこう自信を持って生きられると思うんです。その私自身がその自己肯定感がこうそこまでこう高くなくというか、というか結構こう低い感じでこう生きてきたので、そのなんていうか、その、低いからどうのこうのっていうのはないんですけど、今思うと自己肯定感がこう高い方が生きていきやすいというか、そのやりやすかったことが多かったんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕はその、嫁と出会って、その結婚してからだいぶそこは変わってきたなっていうふうに自分でも思ってはいて、少しずつこう自己肯定感をこう持つことができるようになってきたなというふうには感じています。その、嫁にもそのなんでその自分を低く見てるのみたいなことをこう言われたりしてて、でやっぱそのままの自分でいていいっていう感覚というか、そのままでいいし、必要以上にこう周りに気を使わなくていいし、そんなにこう自分ばかり気を使ってなんてことは不要ですし、そのもちろんその周囲への配慮とか、その一定の気の使い方、気遣いっていうのはこう必要なんでしょうけど、その必要のない気遣いとか、行き過ぎたものとかっていうのこと、とかっていうのはその必要のないことだし、その冷静に考えたらこうなんで俺だけこんなことしてるのとかにもなるし、そのやっぱこう対等でいられるようにしないとなっていうふうには思います。その自分を避ける必要なんて全くないし、人によってはなんていうかこうそこにこうつけ込んでくるっていうようなこうそういう方もいらっしゃいますしね。その今思うとその自己肯定感が低かったせいで、あの時はこうしんどかったんだろうななんてこう振り返って思うこともありますしね。なのでその自己肯定感はこう高い方がいいと思うんです。マイナスの感情よりこうプラスの感情を持ちやすくなると思うし、そのもちろんこうプラスが強すぎて勘違いやろうみたいな感じになってもいけないんですけど、そこはこう確かにこうバランスが大切ではあるんですけどね。その自分をこう客観視できる能力っていうか、それももちろんこう大切なんですけど、でもこう必要以上にこう自分を卑下してしまうとか、こう下げてしまうなんてことはこうやっぱりしてほしくないわけですよ。その堂々としてほしいし、自信を持ってこう歩んでいってほしい。自分の価値をこうちゃんと自分で認めてあげて、こうどんな相手とでもこう人としては対等だってい う, こう気持ちは持ち続けてほしいというか、もちろんその難しい部分もあるんでしょうけどね。でこうそのためにはこう自分の力を信じるってことがこう大切なんだと思うんです。その自分はできるんだって、やれるんだって思えているってことですかね。そのあとこう自分は自分でいていいんだというか、そのままそのありのままの自分でいていいって思えているというか、自分自身の価値をこう信じるというか、意識してその頭で考えて思ってるっていうより、こう無意識的にというか、こう潜在的にその感覚を持ってるというか、それをこう当たり前のこととして自分の中に持っていてほしいなっていうふうに思ってます。ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、そう思ってもらえるように、私がそのために気をつけていることっていうのはこう大きく3つあって、でまず1つ目が、まずはこうよく言われることだと思うんですけれど、こうできるだけ子供たちを抱きしめるようにしています。もうこれはこう本当こう無駄に抱きしめますね。僕もこう専門家とかではないので、そんなにこう詳しくはないんですけれど、その抱きしめるっていうことで、いわゆるこう、幸せホルモンみたいなのが分泌されるみたいですね。オキシトシンっていうらしいんですけど、その幸福感をこう高めたり、こう不安感やこうストレスを軽減する効果があると言われているもの
らしいですね。その免疫力を高める効果とかもあるみたいで、あとこうリラックスできたりとかっていうのもあるみたいですね。でこうなんかやっぱこう抱きしめるって、そのなんていうんでしょう、フィジカル的なコミュニケーションっていうんですかね、そのフィジカルを伴うものっていうものは、そのコミュニケーションの最もこう原始的な部分だろうし、その言葉だけじゃなくて体全体でその子供たちにこう愛情というか、こう全てをこう受け止めるよっていうか、そのままでいいんだよ、大丈夫だよ、守るよっていう、こう大好きだよっていうのをこう伝えたいですし、少しでもこう子供たちにそれを感じ取ってほしいなというふうに思ってます。で安心してほしいというかですね、それをこうとにかく伝えたいというか、で抱きしめるっていうのはもう言葉以上のものだと思うし、まあそのいつかこうきっと恥ずかしがられたりはするんでしょうけどね。でもこれはこうできるだけこう意識して、まあ、続けていきたいなというふうに思ってます。あとはこう抱きしめるだけじゃなくて、あの、まあ、肩や背中をこうなんて言うんでしょう、こう軽くトントンってこう叩くというか、さするというかですね、で頭を撫でたりとか、こう抱きしめるだけじゃなくて、いろんな形でもそのフィジカル的なコミュニケーションを心がけてます。その触れるというんですかね、やっぱこう僕らもそうだと思うんですけど、その抱きしめたり手をつないだりってコミュニケーションは、あの、心が休まるというか、こう安心できるものだと思うんです。なんていうかこう理屈じゃないというか、なかなかこう言語化は難しいと思うんですけど、だからそういうこう、まあ非言語的といいますか、あのフィジカルを伴うようなコミュニケーションっていうのは、あの、大切にしないとなっていうふうには思ってます。で次に気をつけているのは、あの、日常のいろんな場面で子供たちがこうできるだけたくさんの達成感を感じられるようにしています。こう達成したことを意識できるというか、子供たちがですね、自己肯定感のこうベースっていうのは自分に対しての自分自身の信頼だと思います。なので、その僕はできるんだ、やれるんだって感覚を少しでもこう多く持ってもらえるように、あの、本当こうすごく小さなことでもこう何かができたらこうたくさん褒めたり、できたってことを子供たちが意識できるような言葉を投げかけたり、一緒に喜んだり、まあ、例えばハイタッチしたり、それこそこう抱きしめたりとか、子供が自分でできたんだってことをこう自覚できるようなこう接し方っていうのを心がけてます。それは、あの、例えばこう塗り絵とかであれば、初めはこう濡れただけでいいですし、まあ、ある程度こう線に沿って濡れたりとか、あとはこうカラフルに濡れたりとか、こう褒める部分はこう年齢によって違いますけど、いろんな部分をこう拾い上げても、もはやこう無理やりでも何であろうと、こうとにかく褒めるというか。で例えば塗り絵以外だと、そうですね、こうパズルとかですかね。そのパズルとかだったら、その、まあ、一緒に、出来上がったものをこう母親に見せに行ったりとか、まあ、途中でこうやっぱ難しかったりするので、こう投げ出しそうにもなるんですけど、こうなんとか一緒にこう踏ん張って、きつくてもつなぎ止めてってして、完成したらもう劣化のことを褒めるみたいなことをして。で、大きなことでなくてもいいと思ってるんですよ。その、ちゃんと座ってご飯が食べられたとか、まあ、おかわりをしたとか、お風呂で自分で体を洗えたとか、体を拭けたとか。で、もちろんその、いちいちこう、異常にこうオーバーに褒めるとかするとおかしくなっちゃうんで、まあ、頻度とか出来事によって強弱はつけるんですけど、まあ、例えば OK っていうだけで終わる時もありますし、心からこう一緒に喜ぶこともありますし、こうなんていうかこうできるだけこう自分でできたって感覚を持てるような、その自分の力でできたっていうのを本人がこう意識できるような言葉の投げかけとか接し方っていうのを心がけています。あとはこうできるだけその私自身もその感情を出して一緒に喜ぶっていうのを心がけるようにはしてますね。で、まあ、あと、まあ、その、褒めるのは褒めるんですけど、なかなかこう、線引きが難しいところではあると思うんですけれど、その、子供がこう、褒められることが目的とならないようにだけはこう、気をつけないといけないなって思ってます。その、大切なことは、それがその、できたということなので、もちろんその、子供はこう、褒められたいんでしょうけど、まあ、どちらかというと、それは、あの、こう、副産物的なものというか、その、本質は何かの事象を達成したということなので、あの、難しい部分ではあるんですけど、あの、そこが、ごっちゃにはならないようにだけは気をつけないとなというふうには思ってはいます。で最後3つ目なんですけれど、3つ目に気をつけていることとしては、あの、もうこれはこう全てをこう包括するような大きな話になっちゃうんですけど、できるだけこう子供を真正面から受け止めるようにしています。あの、これはさっきの褒めるってのとこうつながる部分も多いとは思うんですけれど、まあ、例えばこう話をするときにちゃんとこう目を見て顔を見て話すとか、ながらで聞かないとか、ちゃんと子供の言葉を噛みしめて聞くとか、まあ、適当にあしらうってことはしないように気をつけてます。あの、ちゃんと子供の話を聞いて、まあ、それに一つ一つ向き合って対応するとかですかね。その、まあ、なかなか難しいですけどね、まあ、次の日は全然違うこと言ってたりしますしね。なので、その自分の中で多少のその強弱みたいなものは持っておかないといけないですけど、まあ、そのないがしろにするというか、あしらうような対応はしないようにはしてます。
あとその、まあ、子供はそのよく何かするときにその僕ら親に、まあ、ちょっと見ててとかって言ってきたりすると思うんですけれど、その見れるときはちゃんと見て、見れないときは、まあ、今見れないんだっても伝えるし、できるだけその子のことを受け止めるようにはしています。その忙しかったりするとどうしてもこう手がかけれないってなっちゃったりもするんですけど、その無理な時はその今これこれしてるから無理なんだよって伝えたりとか、あとはそうですね、例えば怒ったりする時とかもうその子供そのものをこう否定するような言い方はせずに、これもそのよく言われてることだと思うんですけれど、その起きた事象に対して注意するというか、その叱る時はその部分を叱るというかっていうんですかね、そこは気をつけてはいますね。その怒ってる時って、そのともすればその子供は自分自身が否定されてるみたいにこう感じたりすると思うんですけれど、そうじゃなくて、あなたは好きだけどあなたのここの部分、今やったこれはいけないことだよっていうこう伝え方っていうんですかねを心がけてます。これはその言い方による部分はちょっとあるのかもしれないですね。そのやっぱ怒っちゃったりする時ってこっちもそれなりにこう感情的になっちゃったりするんで、その言葉選びが単調になっちゃう可能性があるので、なかなかこう難しかったりもするんですけど、ちゃんとこうポイントを絞って、できるだけこうやってはいけない背景とか、叱るときはこうただ叱るんじゃなくて、きちんと理屈立てて叱るようにしてます。その子を怒るんじゃなくて、その事象を拾い上げて叱るというか、こうその子をこう全体的に叱っても仕方ないので、子供のことは当然大好きだし、中身を伝えるってことが大切だと思ってるので、まあ、言葉選びですよね。気をつけてますね。あとはこう顔を見て目を見て、で目線を合わせてっていうのを心がけてます。その感情を抑えるっていうのが結構まあ大変だったりもするんですけどね。こうついつい声が大きくなっちゃったりしがちなので、意識してこうボリュームを落とすっていうのはこう気をつけたりしています。その怖いからって思われてもこう仕方ないですしね。その親に怒られるのが怖いからしないっていうことじゃなくて、なんでやってはいけないのかを理解してもらうっていうことが目的なので、そういうこともこう含めてこう子供と真正面から向き合うっていうのは大切にしてます。大きくはまあこの3つですかね。そのもちろんいろんなことが複雑に絡みますし、一概にこれだけじゃないですし、自信を持つっていうことはいろんな場面がいろんな形で複雑に絡まって形成される感覚だと思うので、本当こう日常の瞬間瞬間の積み重ねだと思うので、日々のこう接し方っていうのはかなり意識はしてます。特にその3つ目にお話しした子供と向き合うっていうのは、その全てに通じることだと思うので、まあ、だいぶ大きな話なんですけど、で仮にそこでこう拾いきれてない、なんていうか、もうもっとこう細かいようなことがあったとしても、できるだけこう彼らが前を向くような接し方っていうのを意識しています。これはその本当にその私が子育てで気をつけていることの、そのなんて言うんでしょう、中心に来ているようなことなので、本当こう自分の経験則に基づいてこうあってほしくないって思っている部分なので、かなり意識はしてます。まあ押し付けになってもいけないんですけどね。まあ、もちろんそのうまくいかない時ももちろんたくさんあるんですけどね。もっと褒めればよかったとか、あとまあ先ほど言ったみたいに怒ってる時ってこうどうしてもこう感情的になってしまう部分があるので、後になってこう伝え方がいけなかったなと思ったりとか、もっとこういう言葉をかけた方が良かったかなって思うこともありますし、もうすごく反省することもたくさんあります。なんかそういう時はもう逆にこう子供に謝りに行ったりとかもして、言い方がおかしかったとか、父さんこんな風に思っててこんなことを言ってしまったとか、できるだけそういうのも伝えないといけないなって思ってます。だってこう人としてはこう親も子もこう対等だからですね、そう会いたいって僕自身が思ってますし、親は親なんですけど、その親と子の間にこう人としての優劣なんて当然ないので、こう人としてはこう対等でいたいですしね。まあどこまでこううまくできているのかって言われると分かんないですけどね。でもできるだけそういうふうな接し方というか、そんなふうな親でありたいなというふうには思ってはいます。はい、というわけで今回は前回に続くような形でのお話をさせていただきました。今回の父さんの子育てチャンネルは以上になります。ありがとうございました。